待て。まだ終わったつもりはありませんよ。ユータはもう十分務めを果たした。ふん。どれだけお前にいたぶられようが、最後まで前を向いたまま倒れた。こいつはこいつなりの強さってのを証明したはずだ。俺が相手になってやる。お前の狙いは俺だろ。なるほど。ではメインイベントに移りましょうか。お勤めご苦労様。堂島の竜をひざまずかせることで私は神宮派に過去の遺恨を忘れさせることができます。我々は新たな時代に向けて生まれ変わらなければなりませんから。お前にこの俺を倒せればの話だがな。おいはあなたほどの男の目をも曇らせる。時代は移り変わります。もう桐生一馬の時代は終わったんですよ。あなたに引導を渡す栄誉に私は今胸が躍っています。何とでも言え。だが約束は忘れるな。半純義、達川の情報ですね。もちろんです。私はヤクザとは違います。スポーツマンシップに乗っ取るのが好きなたちでしてね。この戦いが進めば知っていることは全部お話ししましょう。ですから手加減はしないでくださいよ。余計な心配はしなくていい。ゴングを。今この場にいる者は全員ここで竜の伝説を弔うのだ。Oh!